はい、はい、チーズケーキ、リクロおじさん、焼きたてのチーズケーキ、開けて。おう、ちょっともうちょっとこれアップで書いてあること全部読めるようにしようか。リクロおじさんの店、焼きたてのチーズケーキ。何店舗ある？ 1,2,3,4,5,6,7,8 8店舗か。じゃーん、では開けてください。どうぞどうぞ。弟には手たれやねんね、手たれ。弟は DS やってます。ママは手たれやねん、手だけやねん。じゃーん、これがリクロおじさんのケーキ。何倍やったっけ？500円ぐらいやんな、これ確か。600円。625円。ジジイがあるなあおっさん調子乗ってるおっさんがおんねんで。そんなん言うなや。あ、下見て一回下。ああ裏返すアンチみたいなの入ってる。レーズ、そうやな、レーズ。これが美味しいねんな。またどれぐらい？一個ぐらい。触んなよはい、切ってちょうだい。はい、じゃんじゃんじゃん。入刀おじさん真っ二つ。おじさん死ねえ。じきん口が悪い。そんなんな、うん、言うとったら多分 YouTube できへんわ。口悪い人とかは。あ、先っぽこっちがちょっとだけ通ってない。うん、ちょっと待って。いいよねおねー。うん、オッケーオッケー。はい、分けてちょうだい。まあ9時ぐらい。食レポやってくれよ。はい、9時半やね。お皿出して。はい、あ、ケーキ2個目っていうのがバレてる。なんか汚れてるからはい、まずは食レポお願いします。顔写さんでええやろ、手だけで。おじさんの顔がない。あら、ブブ。ぶった切った。はい、おじさんの顔食べて。ちょっとふわふわしてる。そうやな、ここのケーキはだいぶふわふわやな、うん。電子レンジでチンして温めたらもっとふわふわなんで。うん。でも冷たくても美味しいよ。うん。どうでしょうか。うん。美味しい。だけ？うん。アップ、アップしゃ、アップ動画。こんな感じです。はい、リクロおじさんのケーキでした。